ここまでできてきた成熟社会のいかにこの中で住民が幸福になるのかって若干ちょっと精神論入っちゃうかなと思う。ただそこはですね、落ちていくんではないと思うんですよ。違う豊かさを作っていくとなると、例えば世界の中の、これ戸花がすごいですよね、この景色。でもこれ住民の人たちはこれを世界一だと思ってないんですよ。僕は世界中歩いてるんで、僕は世界一だと思って、これは世界一なんで、もっと誇りを持ってここにしっかり生きるっていうことを堂々とやらせるようなことをさせる。それはもしかしたらさっき言ったような世界一に近いかも。ここの住民の人たちが実は台湾に行って、スペインに行って、サンパウロに行ってみたら、なんだ自分たちのところは世界の中でこの位置かと思ったら、その生き方をしていこうということで、ここに誇りを持って生かせるようになる。同じようにそこに住んでいる子たちがそういう地域の子なんだということで、世界と対等にやれるような力をつけることを自然とできるようになる。だから人口を増やすとか、経済をこれ以上の GDP を増やすとかは多少あってもいいんですけど、そこを完全なメルクマークに住んでもらって、それをどう使い倒すかということをメルクマークにするようにして、足りなかったグローバルイノベーションであるとか、ヒューマンイノベーションだとか、ファミリーイノベーションをしていくべきじゃない。そういう解き方をしていくのに、いろんな場の人たちがですね、みんななんとなく気づき始めたんですよ。でそれをぶつけ合っているのがこのね、地域イノベーション学会かなと。まあこれ3年ぐらいやってて僕は思ってるんですよね。まあそういう趣旨ですよね、浜田さんね。そうですね、まあ、全くそうなんですけど、やっぱりそのこう議論をね、そういうことの議論を言ったと思うんですけど、やっぱりこう実践の整理といいますか、もう3年やってきてますんで、やっぱりそのこの今日集まっていただいている皆さんの中からまだどんどん実践事例が出てきてるという、要するにその自分の置かれた環境の中で何ができるかという、私今日、知事のお話聞いてて、その地域のメッカ化って言ったり、私は地域イノベーションというのは地域の自立だと思ってやってるんですが、それは外から見たときにやっぱりメッカになっていく、何かその一つの領域においてここがもう聖地であるとかね、そういったものをこう追求する。まあそういう意味では伊勢は非常に良いリソースを持ってるんで、まあこれを独立させないでどうするんだろうなというくらいのですね、気持ちで これから次の世代に向けてね、来ていけばいいんじゃないかなと思います。そうですね、だから今西村先生がおっしゃってたように、この僕が最初の資格で2050年の各種予測で人口のこととか経済成長的なことをあえてこの数字を提示して、今までの日本の発想だったら、じゃあこれに負けないように人口を増やそうとか GDP をどうこうしようっていう議論の方向性に向かっていったと思うんですけども、そうじゃない。で僕はその間にその福沢諭吉の話と ST の話をしたのは、そうじゃないアプローチがあるんじゃないかっていうか、そう変えていかないといけないんじゃないかっていう思いで、でも僕にあまりまだ答えがないので、その下にこうずっと行ってるっていうことなんですよね。で浜田さんおっしゃっていただいたように、そのまさにメッカ化のところで、僕今回の遷宮は日本人の人たちにたくさん来てほしいし、それは日本がそのリバイブするために来てほしいと思うし、で自分たちのアイデンティティをもう一回見つめてほしいと思う一方で、第63回式年遷宮、次の20年後はここが遷宮のグローバル化ってよく言ってるんですけども、もうラサとかエルサレムとかそういうところに並び立つ世界の中でみんなが羨む、そういう場所になるような20年に次していかないといけないと思っていて、まあだからさっき半分冗談半分本気って言うたのは、その同州制はきっと20年の間に実現されるであろうと思いますので、だからその時に制度枠組みを作らないと、その先の遷宮のグローバル化の必要条件の一つなのかなとも実は思っていて、まあ、半分冗談半分を聞いてないと、そんな実は先ほどの知事のお話の中で、その必ず、2053年、2073年の選挙を行われるっておっしゃったんですが、それはルールとしてはそうなんです。ただ今回の式年遷宮でも元で50億円の予算がいる、うん、でこれは大半はやはり民間が賄うという形ですから、なるほどなるほど、その20年後に日本人の心の人々の心の気がお金の面でも心の面でも遷宮を再興できるように満ちているかどうかという、その状態を維持し続けなきゃいけないんで、20年後やはりあなたが今おっしゃったような世界的な価値みたいなことが人類に関して感じてもらえるような存在になればいいなと思います。そうなんですよね、それは確かにそうですね、そういう心向きになっているか、もう50億円もかかるしもうやめとくかって、ね、550億ね、もうなるからもうやめとくかって全国の神社の人たちとか、ね、民間人たちが思うかもしれませんしね、うん、そりゃそうだ。そうだから、そういうのもあって、まあ、遷宮のグローバル化みたいなのちょっと言ってたんですけどね、まだあれ、そうですね、世界からやっぱ人が訪れるようなところにならなければならない、うん、それはやっぱりこの地域の人たちがまず考えないと、うん、
勢神宮とか伊勢のことをあまり自分たち考えてないケースもあるんですね。それは一部の方々と温度差が結構あるんです。やっぱりそれを伊勢の人たちみんながね、思うような形のこういう下からの積み上げみたいなのもこれは絶対重要だと思うんですよ。でそれを見て初めて、じゃあそこにね、みんなが独立行政も独立でやっていいよと、でそこを逆に言うと日本の象徴としてやっていいよっていうふうになればね、なっていく。ですからそこのある面は試されているところがあるという気がしますね。この辺で鈴木成弘そうですね、こんだけ伊勢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 来たら二軒茶屋持ち行ってもらったら分かりました。で私ですか、いや、すいません、全くごもっともっていう感じで聞かせてもらってまして、実は昨晩もですね、浜田さんたちと飲んでる中でその伊勢の価値観化計画についてですね、熱く語ってました。まあ、ずいぶん前からそんなことを思ってまして、もう本当に事情おっしゃる通りですね、それ本当の意味でやれるんだろうなって思ってるんです。ただそれが日本がある程度その動く変革の時にうまく捉えてやらないといけないと思ってますので、僕はだからそういった意味でも実は昔から同州制僕は賛成の者でして、ずいぶんあちこちでも話したんですけど、ヨーロッパ例えば当該1州ができたとして、その GPP かグローバルプロテクチャーゴートランバーっていうのはヨーロッパの一国でもでかいですよね、ベルギーはまでもはるかにでかい。ということは日本をこのスライドに分けると今の EU みたいな状態っていうのができて、でそれぞれの同州制に多様性があって人口流動が起こるっていうシステムっていうのがこれからの日本の中では選択肢がある。俺はここの州が好きなんだ、随分組織もやり方も違ってる。その中で伊勢がまた今度独立できたら極めて強いですね、アイデンティティを持った地域ができるだろうと。でそれが多分これからの日本の求心力を持つために僕は絶対必要だと思っているので、ぜひそれをですね進めて本当に前向きに進めていきたいと。だから今あちこちですね、ちょっと積極的にそういうことを言ってやろうと思って、間違いするぞ、なんで伊勢市長なんで間違いに行かねえんだとか、ロバホ呼んでこいとかですね、ロバホ呼んでこい、こんなこと言ったらお前が市長やるか言われるんで、でも僕は本当に真面目にそう思ってるので、それはぜひともやっていきたいなと思ってますので、またよろしくお願いします。そうですね、同州制については、やはり例えばその世界的に見ても300万から500万ぐらいの人口の一つのまとまりとして経営戦略を立てないと、まあ、1億3000万人の経営戦略なんて、まあ、ないわけなんですよね。でやはり、まあデンマークとかも400万人ぐらいでしたかね、大体そんなもんですよ。まあ、そういう形 で、まあ、シンガポールがやっぱりうまくいっているのはその5年おきに経営戦略を変えて、最初はマレーシアから独立した時に工業国として生きていこうというふうにやり、で次は金融の国として生きていこうとなり、今はエンターテインメントの国として生きていこうというふうにやっていて、経営戦略をどん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 変えているんですよね。その経営戦略を変えていこうと思うと、やっぱりそれ300万とか500万ぐらいの単位がやっぱマックスだと思うし、まあ、一方で今の都道府県の単位だとやっぱちっちゃいと僕は思うんですよね。なので基本的にはそういうふうに僕やっていく、経済原則からいくとやっていくべきなんですけど、一応まあ三重県知事という立場からいけば、例えば同州制で今議論されているのはなんとなく都道府県合併のことばっかりが議論されていて、僕は別に都道府県なくなるのは構わないんですけど、国の中央省庁も再編して解体しないといけないんじゃないかと、その国がどうあるべきなんだと、その外交通貨、ね、防衛、司法、年金、まあ、こういうのはやるけども、それ以外は道州に任せるんだっていう腹くくる議論がないのに、なんか単に都道府県合併とか、またさらに市町村合併を引っ張るようなそんなことになっているので、その辺はあとはそのまた新たな一極集中を生んではいけないので、そこの財政調整制度みたいなのをどうするかとかいうのを少しもうちょっと国が本気で議論してほしいなと思ってます。でも全体的には今僕が言ったように僕も成さんと賛成で、そういう300万から500万ぐらいの単位でやっているという、そういうことじゃないかと思いますけど、経営戦略立てれないですよ、1億3000万であろうね。そう、うん、2000でしょ、中央官庁 の、ね、方々も最近よくよく話をするけども、彼らも悩んでるし、うん、あと出てくるものがもうこの最近 2,3 年ひどいですよボケてるんですよ。でボケざるを得ないかなっていうのは知らないですよね。あるところに注目したらあるところ全然ダメになるし、でもまあまあこれから、ね、戦略的不平等やっていくということなんですけども、そうそう、悪平等になっているところで政策がボケるんですね。だからある面もう研ぎ澄ませて1億3000人でできるところと、まあ、分けるところというか、各地域ごとにスペシフィックにやるところはもう完全に分けて、もう本当に切り離すという覚悟を、ね、国がやってくれるんだったら、さっきの同州制だろうが、まあ、最小単位がどれぐらいだというのを決めていけばいいんですよね。だ300万人も強いけども、僕は10万人の伊勢市も強いと思うので、そういうふうな強みを最大限にこういうような集約化みたいな必要だと思います。
でもただそこにですね、中央集権を残したままやれば、日本はもっともっともっと弱くなりますよ。結局は吸い上げ吸い上げやってって、結局地域にはボケた政策しか提供しなくなると、地域が弱くなるので、逆の方向に行くと思うんですよ。だからここ、ある面で言うと過渡期なんですよ。ここでもし耐えきれなかったら、日本はダメになります。でもここで自立による自立するようなことが起こってきて、地域からこう塊ができてきて、総合で日本国を作れなかったら強くなります。今まで作ってきたインフラを、インフラ中間、ここまで作ってきた日本中心国をこれから強くするのか、良くするのか、悪くするのかは、ここはかなり向き点だ。そういうのが多少ね、起こってきてて、あんな、大体この前に、どんちにですね、こんな人たちここに集まんないですよ。これ5年前、10年前だと。集まるようになってきたっていうのは、ここでも集まるし、僕、実はいろんなところでもやってて、集まってきてる。で、日本のこの動きをですね、最近台湾、いっぱいでね、知事のご命令でですね、行かされてるんですけど、台湾の坊ちゃんたちとかね、台湾 の政府の人たちと話をして、結構受けるんですよ、僕の話。今言った話っていうのは、割とね、世界標準になりつつあるかなって変な言い方ですけども、いろんなところが日本に追いついてきた台湾が日本を越した、GDP で越したとしても、一人当たりですね、彼らも今悩んでるんですよ、同じ悩み持ってましたね。坊ちゃんたちが作ってきた、なんでしょうね、一代で築いた、ものづくりの会社が事業継承しようと思ったら子供たちが継がないと、なんで継がないのかというと、時代が変わっていって自分たちで新しい事業を起こすことに対しての不安がある。で、過去に対してもなんとなく否定もある。じゃあどうしようかって悩んでいる。これって四日市の若手と同じなんですよね。でも彼ら逆に言うと持ってきたすごい技術がある。もうオンリーワンの技術が実は台湾持ってるんですよ。台湾でもそれを生かし方は今までのような軍事産業の中のなんか政府のインフラが上がっているときについていくっていうだけではもうダメだと見えてきて、でもそれはもしかしたらボーイングのこの部品の中のここにこのパーツを入れて入っていけばいけるんだっていうのが分かる。でもこういうのを想像してやりたいけども自分たちだったらできない。じゃあ台湾の中でのなんかネットワークでやろうかしら、それでもできない。じゃあ日本からポッと出てくると、いや4日以上のこの会社と今度はできるね。じゃあ若手同士のそういう経営者の融合を図っていけば、台湾と日本の若手経営者の融合を図っていけば、勝手にそこから何かが生まれてきて世界攻めれる。そうなったら事業継承って話がぶっ飛んじゃってて、次の世代はむちゃくちゃかっこいい仕事が親父の持ってる資産を持って俺たちできるんだとなったら、ここから若者が全く変換してチャレンジするんですね。これは同じ道具なんだけども見方を変えることに変わるっていうことだと。そういうふうな今後はね、グローバルな連携ってあるかなと思うと、意外と日本は先頭走ってきてるんで、そういうのをもしかしたらイニシアチブを取って世界に打って出れるかもな。台湾はそういう関係を組めるかなと強く思った。もう毎月僕行ったんですけども、もうで最終的にはね、工業界から招待されて、僕は日本と台湾の連携について講演しようって言われてですね、去年の7月に知事と行っただけですよ。あれからもう勝手に行けって言われて、半年後にはなんかしないけど、すごい専門家になっちゃったんですけども、まあでもやらないとそこまでいけないかなと思ったんで、でもそれは向こうの人たちも聞いてきてて、経済省も動いてくれて、これから動く可能性が。これは別に自慢でも何でもなくて、意外と日本が考えている順位に世界に近いということと、意外と日本というのはもうトップになっているんだと。でそのトップに立っている日本というのが、じゃあ世界というところの地球の中の役割を考えたときに、これからどういうふうにこの地球がですね、経済成長を起こってきて、これから到達した成熟になったときにどういう生き方をするのかということを見本を見せていくということ。もしかしたらそこのイニシアチブを取ることによって日本のプレゼンスが上がってきて、それが日本国をこの先